思い出したかもしれない。どこへ行くのよ。
当時ギブソンシステム。さあ、やって。どうすればいいの？グレイマーク認識。ギブソンシステムに接続します。ナナ！やりなさい。データが一部欠損しています。保管開始。データ保管。コンプリート。なお、余剰データの削除はできませんでした。該当する。何かが私の中に。保管、だって。グレイマーク認識。ギブソンシステムに接続します。ノイズのため解析不能。ギブソンシステムとの接続を解除します。パパはあなただけを愛した。あなたにだけ、ステラという名前をつけた。それは、あなたが優秀だから。ナナ！私の役目はもう終わり。あなたをここに連れてくれば、私は自由になれる。どういうこと？ママは、あなたを求めている。どうしてそれを知っているの？ママと話したの？死者が来たのよ。名前は、シズだったかしら。それは、エイリアンの名前。敵でしょ？でも取引はできる。私は、あなたになりたいと思っていた。同時に、あなたであることを恐れた。どっちつかずの状態はこれで終わり。私はもう自由よ。人はそれを、というかもしれない。もう誰もいないんだろう。私がいるよ。ママもいるんでしょ。ママはいない。もういないの？まだわかんない。私は敵に協力したあなたを騙したのよ。でもさっきママを感じた。それは集積回路と微弱電流が見せた夢よ。ママ。いいえ。オリジナルはもういない。シングラブは、アルゴリズムとデータになったの。ギブソンシステムとして、UEF のネットワーク上を漂っている。これが現実よ。お前だけの現実だけどな。
シズから何を聞かされたのかは知らない。でも真実はそうじゃない。シンブラ軍はクローンたちを待っている。ずっとずっと待っている。クローンたち、私ももちろん連れて行って。やだね。僕は誰もどこへも連れて行かない。ミーを覚えているよな。ミーは敵、敵の名前。僕はミーをネブレイドしたんだ。だから彼女の記憶は全て僕のものになった。約束を果たせてとても満足している。でもミーはとても後悔していた。お前を甘く見て油断したことをな。その後悔は今僕の後悔でもある。そして幸いなことに僕はそれを消すことができるんだ。総督の命令など知るものか。
誰にも誰にも僕たちをネブレイドさせない。定めだとしてもこれは忘れないでほしい。君には大勢の姉さんたちがいる。私の愛する娘たちだ。世間の親子とは違うが、世間の親と同じように私は愛したい。しかし彼女たちは連れ去られてしまった。私が軍に引き渡したんだ。君を生み出すためには仕方がなかった。身を裂かれるように辛かった。もし彼女たちの誰かに出会ったら。辛かった。ギブソン博士がそう言ってた。あなたも博士の娘、愛する娘。嘘よ。嘘って？嘘は本当じゃないってこと。私が願っていた世界のこと。嘘って難しい。あなたには無理。今笑った？にかって。うん、よかった。思い出せてよかった。忘れる前に伝えられて。騙したことを許して。ナナ、ごめんね。ジョン、コウイチ、トニオ、シャオミン、ボブ、アレクセイ、ラーズ、ダディ、ハッサン、クリス、テオ、アルベルト、フォボス、モーリス、マリオン、ロスコル、ホッキョクグマ、ノアプロジェクト、缶詰、サクランボ、ギブソン、シングラブ、ナナ、ステラ。ナナとステラ。さようなら、ステラ。